安全第一、かいひろみの、せーの、かいろー、イエーイ、進みます。なんか落ちたよタンバリン、タンバリン、私のメガネが落ちた。おー、怖い怖い怖い。安全運転で、うん、安全運転で、うん、アクセルブイーンって言ってた、ブイーンてたよ、アクセル全開だからね。ん、うん、ファニーチーズって歌知ってる？あ、この歌ってたやつもう完全に車乗ったらよりプライベート感がマックスになってちなみにアナといつもご飯食べてる時いつもこんな感じ、うん、なんかもう二人ともあれです、ね、基本噛み合わないですよ。そうそうそう、時間差ね、時間 差、 時間差、会話が時間差なんですよ。かつ3個前ぐらいの話出してきたりとか急にするからね。ね、さっきあのアンナさんこの車乗る時に右から乗ろうとして、うん、そうよ、本当よ、非常にありました、ね、やっぱね、ちょっと前お付き合いしていた方がちょっと、うん、あの外車だったもんでしょすいませんね、右から出ちゃうね、そういうの出ちゃう、すいませんね、こちらはあのディスコイ社の日産エクストレイルでございます、ね、国産ですね、うん、壊れなくていいよそんな感じでじゃあ、はい、またアナからなんか今日のテーマを一つお願いします。テーマですね、はい、ドライブ。ちなみに今、うん、ここは四ツ谷ですね、はい、四ツ谷ですね、三ミューでおなじみカラオケバンバンもありますがカラオケバンバンあ、じゃあ、キシメンでお願いします。急にちょっと待って、バンバン来て四ツ谷来て急にキシメンあったから名古屋からありますが、じゃあ締めんで、じゃあドライブ川柳一句お願いします。うん、わかりました、行きましょう、うん、キシメンをツルツル食べてイケメンにありがとうございます。なんかちょっとラーメンつけ麺、僕イケメン的なちょっと匂いがやっぱ麺ってくるとどうしてもやっぱイケメン入れたくなっちゃうんですよね早いですね、でもカエさん、ね、ちなみにアナはキシメンでいける？キシメンちょっとやってみようよ、うん、はいはい、はい、じゃあアナの、はい、うん、キシメン川柳お願いします。キシメンというよりもどっちかっていうとうどんが好きありがとうございますじゃあ締めてもらって、ごめんね、あのアナのキシメン川柳が全然入ってきてないっていう、うん、はい、ということで皆さん、ドライブロケ、うん、相当なごった返しになっております、はい、そうですね、ちなみに今すごい交差点にいるので、うん、なんて言っていいのか分かんないんですけど、うん、これからもどんどん、安全運転、うん、そしてね、逆走していきたいと思いますので、逆走しちゃダメでしょ何言ってんだよ、今日もレッツラゴー、ドライブあれ、これいつも合わないね、ここ